やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと自信ネタトークです。こんにちは。はい。今日はちょっと急いで撮ってるので顔出しなしです。はい。ごめんなさいね。俳優の伊勢谷友介さんが大麻所持で、昨日9月8日に逮捕されたということで急いで占っております。伊勢谷友介さん。構成できるのかどうかっていうところを占おうと思います。まあ、どういうニュースかというと、まあ今言ったそのままなんですけれど、なんかね、サンスポのニュースとかでは、伊勢谷容疑者の逮捕は一緒に仕事した芸能人とかからは全く驚かないっていう声が聞かれたっていう記事があったり、なんか薬物、違法薬物をめぐる噂は以前から囁かれていたとか、あとね、薬物以外にも、文春オンラインでこんなニュースが、エアガンで交際女性を撃ちまくり、DV 疑惑みたいなニュース、記事も出ていまして、薬作りとかストイックだったり、あとね、東京芸大に一発で現役合格したとか、なんかそういう努力家でストイックな反面、お付き合いしてた彼女に暴力を振るったりみたいな、そういう面もどうやらあったらしいみたいな、ちょっと事実かどうかわかんないんですけど、文春オンラインの記事によるとそういう感じで書かれていたりして、ふむふむと思ってカバラス秘術をまず見てみました。そしたら出るかなと思った3が出たよ。3、この前誰か3が出た時、あ、誰だっけ、お酒で失敗した方がね、この前3だったんですよ、本質が。それで、3っていう人は快楽に覚えれやすいとか、あと、中毒性のあるものに、こう、はまりやすい。注意してねっていうことを言ったんですけれど、そうなんです。3、3っていうのは、純真無垢な創造者タイプ。まあ、芸術家肌です。天才肌で感覚、感性で生きる感じで、良くも悪くも子供なんですね。無邪気なんです。良いところが出ると、明るくてさっぱりしていて、人懐っこくて、とても愛されるキャラクターなんですね。だけど悪い面、悪い子供の面が出ちゃうと、わがまま、癇癪、あとそういう快楽に溺れちゃって、抜け出せなくなっちゃう、みたいな。例えばゲームのね、中毒とか、お酒の依存症であるとか、薬物であるとか、そう、薬物で逮捕された人をね、今まで何人も占ってきたんですけど、3はね、ちょっと出やすいので、3の人はそういう、なんか、快楽に溺れやすい性質があるよっていうことで、気をつけてください。お酒とか、依存性のあるものとかね。で、ペルソナ、外側の部分は11でした。なんか、ミステリアスな、不思議な感じは、この11から来てるんですね。11は不思議ちゃんです。見えないものを感じ取る神官タイプ。1たす1で2の性質も持っているので、優しくて人の心を敏感に感じ取って繊細です。だけどとっても不思議ちゃんです。ちょっと人とずれた感覚を持っていて、で自分の本心を言わないかな。なのでミステリアスな感じに見えますね。不思議だし、気持ちをあまり表に表さないし、何考えてるのかちょっとわからない感じがあるので、そういう雰囲気が11から出ていますね。はい。ということで、カバラス秘術から見た性格はそんな感じです。はい。では、次タロットで見てみましょうね。はい。伊勢谷さん。伊勢谷さんは、今後、構成できるのか、今後の運勢見てみますね。運勢というか、気持ちとか状況とか。はい、ズバッと出ました。すごい不思議な感じが出たんだけど、過去、これが過去ね、これが現在、で、近い将来、全部いいの。今、逮捕されたっていうのに星が出たってどういうことと思って、すごい不思議なんだけど、逮捕されたことがとってもいいことだったのかな、むしろ。そうでもしないと、やばい感じだったのかな。まず、過去は戦車なんですね。戦車は、もう悪いカードじゃないよ。いいカードですよ。うん。自分の力でね、どんどん目標に向かってぐいぐい進んでいく、突き進んでいく戦いのカードが出たし、現在、
現在は釣り人の逆を背景に欲しい。釣り人の逆っていうのは、無駄な努力とか、無意味な犠牲とか、なんか報われない感じなんですよ。頑張っても頑張っても全然報われないみたいな、そういう状況を背景にして、でも高い目標に向かって頑張ってる。ね、希望とか憧れとか抱いてるみたいな、すごい良いカードなんですよ。逮捕みたいなのが全く出てないんだけど、どういうことだ？伊勢屋さんの顕在意識は女強子。これはね、冷静で知的で計算高い女性ですよ。うん。なんだろう計算してたのかな、なんだろう。で、潜在意識は、節制。お金の流れ、気持ちの流れがとても良い。で、近い将来、2、3ヶ月後とか太陽なんですね。めちゃめちゃ明るいんだけど、これだけ見るともう、超順調な人にしか見えないようなカードが並んだのは、なんだこれは。どういうこと？普通さ、逮捕されたらここにさ、悪いカードとか、現在のところに出たりさ、なんか過去のところに悪魔とか薬物にはまってましたね、みたいなのが出そうなもんなんだけど、全部いいカードなんだよね、伊勢屋さんにとって。幸せなのかな？逮捕されることは想定していたとか、むしろ誰か俺を止めてくれくらいに思ってたのかもしれない。助けて、助けて、誰かもう逮捕でも何でもいいから、俺をこの環境から助けてくれよみたいな感じで、逮捕されたことはむしろ救われた感じなのかな。なんかそうとしか思えないようなとってもいいカードなの。で、伊勢屋さんの立場は、審判の逆を背景に力。これは後悔するとか、再起不能とかね。結果が出ない。なんかそういうのを背景にして力。あくまで憶測ですけれど、なんだろうね、薬は自分から始めたんじゃなくて、誰か、こう、女性から勧められたとか、常習性があるらしいっていうから、かなり前に、友人とか知り合いとか、なんかそういう女性的な感じなんだよね、力。そういう人から、ちょっとやってみなよみたいに勧められた立場なのかなとか、ちょっとね、まあ憶測ですよ。あくまで占いで。で、伊勢屋さんの周り、環境を取り巻く環境が死神なんですね。これは良くない。環境が死神。なので、友人関係、こういう関係がすごく悪いっていうのはなんかわかる。悪い環境の中にいるんでしょうね。だそういう仲間っていうかね。で、可能性が世界の逆なので、中途半端に終わるとか、未完成。なので、この可能性だけを見ると、ちょっと構成するにはちょっと中途半端に終わっちゃうかな、どうかな、構成が完成されないかもしれないなっていう感じはしたんだけど、最終結論がいいんじゃなんですね。自分自身と向き合って、自分の内面とね、禅問答のように向き合ってる人ですよ。反省しているとか、今後自分はどうしたらいいのか、どうすべきなのかみたいなのをじっくり考えている賢人です。超人。ね、優れた賢い人ですよ。なので、最終結論がいいんじゃってことは、大いに反省して、出直すと思います。そういうことが可能だと思いますよ。で、対策注意点に鳳凰が出たので、これは、なんか偉大な大先輩とか、誰だろうね。なんか尊敬する、とっても目上の男性。山本寛斎さんはこの前亡くなってしまったよね。だから誰だろうな。誰かこう、年齢としてはおじいちゃんくらいの賢い、優しい、寛大な人にちょっと頼ってみるとか、何かね、相談するとか、もしくはこれは世の中のルールとかマナー、モラルみたいなのも表すんですよ。まあそのままズバリ、ルール守るよ、モラルを守りなさいっていう、そのまんまのストレート、ドストレートな意味かもしれない。
ということで、伊勢谷友介さん、大麻所持で逮捕されたけど更生できるかどうかっていうのは、とりあえずね、忍者のカード、あと対策が4だったので、これは十分できる余地があるかなと思います。なぜかこの辺がすごくいい、希望に満ち溢れているっていうのが不思議なんだけど、逮捕されて彼にとって良かったのかもしれないね。なんかこのままされなかったら、ね、例えば命に関わることになってたとか、もっと悲惨なことになってたかもしれないので、彼にとっても、なんかむしろ逮捕してくれてありがとうくらいの明るさなんですよ。不思議なことに。なんかそんな感じがしました。はい。じゃあこんなところで。じゃあいくよ。玉木じゃんけん。玉木じゃんけん。じゃんけん。グーなのでパーの人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。